どうせもう15分しか配信できないから。レッスンお疲れ様、ありがとうございます。お久しぶりな気がする。いや、私がそもそも配信を全然できてなかったんだけど、ちょっと待ってね、コメント読みます。こんばんは、笑顔の話いてありがとうございます。あ、ぬいの用意するの忘れちゃった、ごめんなさい。待ってた、お待たせしました。そう、先月本当にできなかったから、今月はたくさんしたいんだけど、ちょっとバタバタしてて全然できないので、ちょっとあんま時間短いんだけど無理やり今日やっとこうと思って、できればでも明日以降もやりたいなって思ってるので、ちょっと待ってよ、前髪がちょっとねめっちゃ斜めなんだよね。いいや、諦めた。こんばんは、今日もお疲れ様です。あ、無事に通知来ました、よかった、フォロー外さないでくださった、嬉しい、ありがとうございます。そう、フォローがね、なんかね気づいたら外れてたとかいう方をね聞くので、ぜひご確認をお願いします。花好きだ、嬉しい。花元気にしてる、お久しぶりです。そう、すいません、すごくご心配をおかけしてしまったんですけれども、元気になりまして、そう、すごいいろいろな公演だったりとかおしゃべり会とかですごいご心配とご迷惑をおかけしてしまって本当にすいません。はぁ、リップ。今日は全体的に雑な、本当に雑なメイクしかしてないので、なんていうの、リップの色は薄めで、でもツヤが出る、でも色はそんなに薄いよっていうのにしました。今日も可愛い、優しい、ありがとうございます。こんばんは、久しぶりです。12月はこの前配信して3日ぶりぐらいかな、いやそんなじゃないな、5日ぶりぐらいかな。そう、12月2回目。花絵が好きすぎて辛い、それは本当かな。こんばんは、花絵ポーズ、今日もお疲れ様です。そう、待って、話したいことがあった、全然配信できてないから話すことはたくさんあるんだけど、特に話したいことを思い出した。ヘンテコリーズそう、一応ヘンテコリーズのメンバーです。一応、はい、花ちゃんだ、お久しぶりです。ちょっとコメントが今どこなんだろう、頑張って遡ってるんだけどどこかわからない。こんばんは、15分も案内ちゃんの配信見れるだけでもこちら幸せ、優しい。こちらこそ来ていただいてありがとうございます。ちょっと本当に髪もボサボサだし顔も全然なんですけど許してください。笑顔の話いてありがとうございます。最近なぜか花絵持ち場が上昇しつつある。なんでだろう、嬉しい、ありがとうございます。なんで、あんまりねチャットもメールも配信も11月が本当にできなすぎたから、それよりそれに比べたらできてはいるけど、でも多分10月以前と比べたら全然できてないから、その普段としては全然できてないんですよ。だから なんでだろうでもそうですね、でももう少ししたらバタバタしてるのも終わるのかなって思ってるので、そうしたらたくさん配信とかしたいんですけど、どうなんだろう、ちょっとまだわからない。新公演のレッスンどうですか。そうですね、でもそう
ですね。でも出演したいなって思ってるのでちょっと頑張ります。でもそう、まださ、瀬戸りも何もさ、お話できないからさ、何もお話できないからまだ何も言えないんだけど、なんだろう、でもやっぱりパーティー公演とは全然違うから、その分出演するハードルとかも高いと思うんですけど、でも新公演出演したいなって思ってるのでちょっと頑張ります。ちょっとそう、課題山積みなんだけどなんかね、そうなんですよ。でも結構みんなよりも遅れを取ってしまった状態で私は始まったので、頑張るしかない結論頑張るしかない。優しい声が大好き。本当ですか？嬉しい。24時を前にした泣いちゃんは、ちょっと眠いかなぐらいです。さあ、唇ポンプレ。そう、で、で、話したかったのが、三角と丸さんで、コラボおにぎりを去年販売していただいたんですけど、今年も販売していただくことが決定しました。ありがとうございます。そしてですね、今回の私のおにぎりは、マグロユッケおにぎりです。絶品、びっくりマーク2つ、マグロのユッケ、おむすび、お花のマークが正式な名前です。で、チャットでは、チャットなのに超長文送っちゃって、メールはまだ書き途中で送れてないんだけど、私が結構食品の商品開発をするのが好きというか好きっていうほどやってないんだけど、なんて言うんだろうな、興味があって、アイドルをしていなかったら目指していた可能性が結構高い。でもこれまでに話したテーマパークのキャストさんっていうのもそうなんだけど、そう、商品開発も興味のあるお仕事だったから、なんかなんだろう、新しい商品を考えるとかはすごい好きで、だから今回もいろんなのが出てきてすごい悩んだんですけど、マグロのユッケが、私はマグロのユッケというか、家でよく冷凍のマグロの切り身じゃなくて、冷凍のマグロのたたきに卵とごま油、キムチの素とかを入れてご飯と一緒に食べるのが好きだったり、マグロのユッケとかのああいう味がすごい好きなので、見た目もすごいね、映えるし、味も絶対美味しいので今回はそれにしました。そうで、結構かなりいろいろ考えて、なんかイラストも、イラスト結構いろいろ凝っちゃったんですけど、かなり忠実に再現してくださったそうなので、そう、お花のね、形ののりが側面に貼ってあったりとか、なんか結構いろいろ考えたので、絶対食べていただきたいです。そう、もうね、そう、あの販売は三角と丸さんの公式 SNS をチェックしていただくと詳しいことは分かるんですけど、劇場公演がある日に販売があって、12月10日あさっての新公演初日からなので、ぜひ食べた方とか
食べてない方でもぜひ SNS でたくさん拡散していただけると嬉しいですし、感想もぜひお待ちしております。私も食べに行きたいし、そう、おにぎりを結構考えたから、ぜひぜひというか絶対食べてねっていうお知らせでした。花江がいっちゃん大好き、嬉しい、嬉しい。そう、なんか自分が考えた商品が実物になって販売されるとかも夢のようなことじゃないですか。外してません。本当ですか？え、でもなんかショールームのフォロー結構なんだろう、あんまり、でもまあこれは人の価値観に、価値観というか考え方によるのかもしれないけど、なんかすぐ外しちゃう方とか気分で外される方もいるのでぜひ外さないでいただけると嬉しいです。ねえ、ポーズ、ちょっとコメント読み切れない、ごめんなさい。そう、ここら辺にハートマークがありますのでポチッと押してフォローお願いします。ちょっと読み切れない、ごめんなさい。初訪問ありがとうございます。ハマってるお菓子、最近お菓子食べてないんだけど、お菓子のストックはたくさんある。いろいろ新しいお菓子も最近見つけていろいろ買ったけど、全然食べてないから味はまだわかんないんだよね。でもじゃがりこの新しい味を見つけました。あとこの時期ラフランスの味のアイスとかお菓子がたくさんあって、ちょっとラフランス大好きなので見つけたら即買ってしまってる。58分だって、まずいね。花見見ると元気になれる、嬉しい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、まずい、まずい。ちょっと本当に読み切れなくて申し訳ない。どうしよう、ちょっと。あ、ダメだ、ちょっと待って、ごめんなさい、ちょっと、とりあえず、段読みします。1位、ハントムは花江ちゃんが大好きだ、激推しキャンペーンさん、ありがとうございます。おばけ。2位、コメニストさん。花江の音楽は花江公認、花江資格国元外務大臣さんありがとうございます。小川ポーズ、ちょっと待って、コンタクトが本当に乾燥で出そうなんだけど、はぁ、3位ロングさん、ありがとうございます。クマ、4位 JJ 加護鎌倉の夫婦さん、ありがとうございます。5位ワンワンさん、ありがとうございます。6位しめじじさん、ありがとうございます。7位サンソンさん、ありがとうございます。8位リオさん型パンダのテオさん、ありがとうございます。9位中地さん、ありがとうございます。10位ウルグスさん、ありがとうございます。11位ひでじじさん、ありがとうございます。12位茨城のゆきさん、ありがとうございます。13位星の鼓動は愛さん、ありがとうございます。なんだろう、あと全然わかんない、ありがとうございます。ちょっとコメントも読み切れなくて、あとギフトとかもたくさんありがとうございます。で本当に全然話せなかったから、また明日明後日できたら配信します。また来てください、ありがとうございました。